人は一日に何回も小便をします。小便をする方法は人それぞれですが、一般的には立ってするか座ってするかです。もし立って小便をする人なら、今回のテーマに関して考えたことがあると思います。なぜなら立って小便をすると遠くまで飛ぶという話があるからですが、どうせなら飛び散らない方がいいので、今回のテーマの疑問について考えてみます。皆さんはどう思いますか？私は便器の水の部分よりは水のない壁の部分に当てるとあまり飛び散らないと思います。これについての根拠は音の大きさなのですが、水のない壁の部分に小便をすると音がだいぶ小さくなるので、飛び散る程度も少ないのではないかと思っていました。果たして本当にそうでしょうか？これに関連してパナソニックで進められた実験があります。これらの実験を行った理由は、エチケットポイントという機能を備えた便器を開発するためでした。そのため、小便をするときに最も跳ねにくい位置をよく狙うことができるように、ターゲットの役割をする黄緑色のライトが表示される便器を作ろうとしたのです。結果だけ言えば、便器の真ん中に狙いをつけ小便をするのが最も跳ねる程度が少なくて済むそうです。正確な数値は確認できませんでしたが、跳ねる程度が他の箇所にするときよりも約3分の1に減ったそうです。これで今回のテーマの疑問は解決しました。さらに根本的にこの問題を解決する方法があります。それは男性も座って小便をするという方法ですが、これと関連した論争があります。男性は立って小便をすることが多いです。一人で使うトイレなら誰も問題視しませんが、一緒に利用する人がいる場合には、小便をする人ではなく一緒に利用する人が不便を訴えるため論争になります。どうしてもこれまでのやり方を変えようとすると不便なため論争になるのですが、このような論争についてはお互いに話し合うべきことですから、何が正しいとは言えません。ただし泌尿器科の医師に諮問した内容によると、男性は立って小便をした方が良いそうです。膀胱に溜まった尿を体外へ排出する管を尿道と言いますが、男性の尿道は20から25センチで2回折り曲げられた S 字型になっています。立って小便をすると S 字型の構造が直線のようになるため尿を排出しやすいですが、座って尿をすると S 字型の構造のまま尿を排出しなければならないため円滑に行えません。若いうちは問題ありませんが、年を取った時にこのような習慣は尿道炎の原因になることがあるので、立って小便をすることをお勧めします。また座って小便をすると構造上前の部分が便器に触れることがあり、衛生上よくありません。疑問は解決されましたか？